JWP 旗揚げ1周年記念シリーズとして大阪の地で初の対抗戦が実現。人気絶頂のキューティー鈴木が尾崎と組み、対抗戦に初登場し、前タッグ王者の意地を爆発させたのだった。タッグで井上選手とかなんで大阪で上がったんですけど、今日は福岡選手と2回目のシングルになるんで、もうすごい楽しみにしてたんで、自分も首の負傷とか言われて、で調子悪いとか言われてて、で福岡選手もなんかスランプとか言われてるんですけど、もうそんなことは全然関係なしに、やっぱり気持ちでぶつかって頑張ります。今日は、自分の
自分の会場の自分のリングですから、やっぱり今ちょっとスランプだって感じで結構分かられてますけど、お客さんとかにも。でも一応気持ちに負けないように、なんて言ったらいいかな、変に気負わないで、落ち着いていきたいと思います。